こんにちは、アンジェリカです。今日は髪の毛の巻き方を紹介したいと思います。これは私がいつもデイリーに、デイリーだよね、まあ、ほぼデイリーに巻いている巻き方で、なので今日はちょっとこの朝起きたままボサボサの感じのままで始めたいと思います。はい、ということでまず髪の毛を取っていくね。こんな感じでもうテンパ全開のボサボサ系、もうすでに待って、すでに巻いてあるんだけどえ、それリアルガチだったんですか？これリアルテンパのやつ、私のすごくない？まあ、そんな感じだけど、まあ、クリクリなんだけど、もともともっと綺麗にね巻いていくから、あのみんなが大好きな私の10ゼロ分けがどうやったら10ゼロ分けができるのかっていうのをちょっと教えていこうかなと思う。まず解くね、髪の毛。まずブラシでね、もう毎朝こんな感じ、ボサボサのクリクリ君からいい感じのクリクリにしていきます。さあ、まず解くじゃん。でも最初からその分け目を決めるわけで、私はなるべく前髪は横なんだけど、巻くときは後ろは割とまっすぐめのままのテンションでいくの。それはなんでかっていうと、かき上げたときにこっちの巻きとこっちの巻きが相混ざってボリュームがすっごい出るから、とりあえず前髪だけは横にして後ろは真ん中の分け目のままで巻いていきます。さあ、まず私が使ってるコテはですね、こちらです。ちょっと読めない、あっち。はい、それの色もマックス180度で巻いていくんだけど、まず私はなんかこう結んだりとかせずにそのゴム巻いていくんだけど、後ろの襟足の部分っていうのをまずは私は内巻きにします。縦でね、例えば縦のままで内巻きに。で、すぐには溶かずに一回このまま放置、あったかいからね、まだこんな感じで放置して、でその後この後ろの部分を縦に持ってきます、ね、でここは外巻きにします。これまあ巻き方マジ昔から変わんないんだよ私、ずーっとこれだから、がっつり最初に4等分ぐらいでやっていくんだけど、この後ろの上半分は外巻き、縦でね、縦巻きの外巻きで、昔から私はメイクしてなくても髪の毛だけは必ず巻いてたんだよね。今でも家の中でもそう、休みの日でお家で子供たちと過ごすだけだけど、もちろんすっぴんだけど顔はなんかリップだけは塗って、髪の毛は絶対くるくるに巻く。はい、で次なんだけど、この耳の上の分かりにくいな、うちあのあれ使わないからね、クリップとか、この辺、こっちも内巻きにします。内巻きこくら、確かにクリップ使わないで、クリップ、そうなの、めんどくさいじゃん、いちいちなんかあの、こういうの適当でいいんだよ。温度何度ぐらいですか？これはね、180だけど、多分180でもこの人結構熱いんだよね。で、残ってる上半分を2つずつ分けて外巻きにします。で、この時に縦に取るっていうよりもちょっと斜めくらいで私は取るのが好きなの。よいしょ、なんか4分割じゃないか、5分割くらいかにして、大体で最後残してるこの髪は前髪と一緒にこう流れるように巻きたいから、ちょっと取っといたのがずっと少しだけ。え、これいつもこれ、うん、なんかメイクもそうですけど、うん、やってる時無音ですか？私、はい、昔はかけてた。今はなんかさ、子供がなんかそれこそちょっとテレビに集中してる間とかにパッてやりに来るから、もうそんな丁寧なことやってないよね。丁寧なこと、あとなんかやっぱ曲流してるとさ、もちろん流したいのはやまやまなんだけど、あの子供のさ声がさ、あ、確かに、そう、聞こえなくなっちゃうから、一応なんかさ声で変化が分かるじゃん、
あ、なんか今大変なことがあってるみたいな。なんかいつでもこういろいろ神経尖らせてないと。さあこの感じで半分完成して、なんかわかるよね。なんか下の内側が結構私内巻きが多くて、外側が外巻きで、これまだ崩さないでね、今冷ましてるから。でこっちも同じ感じで襟足から内巻きにしていく。巻いてないと気分が下がるの。なんか家の中でそのだからさっきも言ってたけど、そのすっぴんで髪の毛だけ巻くのってなんか気持ちが変わるんだよね。なんかどこに出かけるわけでもないけど、やっぱ頭とかもさボサボサだとさ、そうだから何もないけども普通にワンピース着て髪の毛巻いて、まあ、顔はまあメイクしたりメイクしなかったりその日の気分によるけど、基本はまあすっぴんが多いかな。なんかほらお肌は休めたいし、なんか軽くはするよ。なんかちょこっとだけなんかリップ塗ってみたいな。最後にやっぱね、こっち4分間とかしちゃった。で多分ものの今10分経ってないね。だからこんなもんよいつも髪の毛巻くの。こんな感じちょっと冷まして、でこっからがいろいろポイントがあって、こっちだけ冷まして冷ますのポイントだから。こっちはもうね冷めたから一回こう手でほぐすじゃん。こんな感じでほぐしていくんだけど、割と時間ない時はこの巻き方で終わる時も多いけど、こっからが超ポイントで、こっからさらにねクリクリをねゴージャスにしていくんだけど、表面だけ横巻きで巻いていくの。ちょっとこういうところをどれくらいだろうな、2センチ分ぐらい、こんぐらいとかを取っていって、上から次は横巻きでこうやってこうやってやって離すと分かる。ちょっと上からこうね横巻きになるの、縦じゃなくて。これをねミックスするのがすっごい好きで、でもなんか全部に入れるっていうよりもちょっと表面のところを自分で部分部分取ってこんな感じで横巻きに、なんか間間でちょっとずつね取っていくの。そうするとボリュームがさらに出るんだよね。やっぱなんかこの縦とさ内巻きだけだとそんなになんかねどんどんペタって潰れてきちゃうんだけど、なんかところどころこうやって横巻きをね混ぜていくと上からふわっとしていくの。こういうとことかさ、ちょっと巻きが足んないとことかも全部横で着々と、こことかもまだ絶対崩さないでほしい。でもずっとキープしたい人とかはもうこの時点でスプレー拭いちゃって、そこから多分手でほぐしたりとかする方がいいと思う。私はほらスプレー嫌いだからさ。じゃあスプレー使わないんですか？使わない、絶対。オイルとかは？あ、なんかねオイルとかはたまにつけるけど基本はつけないかな。嫌なんだよね、なんかもうサラサラふんわり系がいいわけ。この横巻きで髪の毛全部巻くのも可愛いけどね。どんな感じになるか、外国人の人みたいな感じ。外国人の人ってなんか縦巻きっていうよりもさ、そば、大きいそば味な感じのイメージがある。そう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 。大変だけどね、ただこの巻き方で全部巻くのは。だから私はこうやって混ぜちゃう。はい、これで片っぽ完成した。こんな感じでいっか。でもこれでいいかな。はい、完成。マミー巻き。ちょっと待って、顔、あの、ちょっと、あれするね。ちょっとだけ、冷まして。いい感じでしょ？よし。で、こんな感じでバーってなって、なって、こっちから分けたら、ほら、もうさらにボリュームが出ちゃうね。こんな感じです。完成。完成。マミー巻き。そう、なんかさ、
全部ほらこっちに分けた状態で巻いちゃうと同じ巻きになっちゃうからさ、うん、ボリュームどんどん下がってくるんだけど、こっちで巻いたやつをこっちに持ってくると、わかる？ふんわり感がすごいじゃん。これで10-0出来上がった。出来上がり、はい、完成です。おしまい、はい、私がこの髪型の時とかにたまにやるこうアレンジがあって、私なんかあえてこういう毛を作ってるの、絶対に。なんかそうするとなんかたまに、今は髪の毛巻いてるからあれだけど、髪の毛巻いてない時とかはこうやって、ま、今ボサボサの手でいるよ、後ろの髪が。下こうやってくるくるくるってやって、ここにくりでさ、ちょっとふわっと止めて、でこの出てきた毛だけ朝巻く、セットしてるかのように見えるっていう、いつもこれは結構この髪型はいつもやるかな。だからあえていつもここで前髪は切ってもらって、そうするとほら楽じゃん。今日セットする時間ないと思ったら、後ろだけこうやってふわっと止めて、あえてボサボサのまま止めると逆にボリュームが出て可愛いから、で前だけ出して、前だけクリッて巻いておしまいっていうのをいつもやってます。わお、ポン、おしまい、はい